この会社初めて入る。誰もいないんでね、普段。いないんだ。はい、やるべ。とりあえず無線から決める？うん。了解。10.286 にしよっか。10.286。ユニオンの時間って何時ですか？いただきます。10.286ね。無線まだ残ってる人誰いますか？これで誰か、どこのどっかのカバーの。ああ、おーい。アンジュも入りました。あらー。そっか。ぶっちゃけうちアーティファクト全然やってないんだ。あ、そうなんですね。そうだよ。上がりがね。まずいもん。全然やってないんだ。で、鬼のように警察来るポジションっていう話をさっき夏目さんが言ってたから、どっちかっていうと、上がりは取れれば取れる、取りたいんだけど、うん、でも警察がいっぱい来るから、みんな座って。俺だけ座っちゃって、なんか偉そうになっちゃった。だっけ？あ、そうそう。その夏目さんのさっきの話を聞くに、なんかベイトにならんのちゃうっていう話でした。だから、要は時間稼ぎだよね、ぶっちゃけ。まあ、もしこっち来たらですね。もしこっち来たら、もしこっち来たら、あの時間稼ぎがメインで、了解。多分そうだな、エルワン君と安城なる君が慣れてるんであれば、中の殲滅は2人に任せて、中の殲滅ギミックの人数を減らして、上から見とく、その強歩から覗いておく、警察来た時に対応するメンツをうちでやろうかなって思ってる。うん、なるほど。じゃあ中2人担当ですね、俺が。ただ、中2人のデメリットは、アーティファクトってほら、心なきすげえ多いから、うん、事故ったらかなりぐだる。うん、逆のパターンとして、うち3人が中殲滅して、なる君と、ヘロン君に、本当に上とか屋根上に乗ってもらってテリ君の対応するとか、まあそういうことでもいい。あ、どっちかだよね。みんなどっちがいいと思う？俺外がいいな。そうだね。あ、誰も来ない可能性もあるしね。私は慣れてませんから皆様にお任せいたします。ヘロワンはどう思う？俺は今のところアイリスの方が多いんで、アイリスが決めた方針に乗りますよ。うん、どっちの方はじゃあ成功率が高いと思う？現状中は慣れてて、うん、外はいまいち慣れてない。ヘルマン的には高速配置します今回。高速配置はね、人数的には微妙だけど、一人とかになるね。まあでも時間稼ぐなら一人欲しいですよね。うーん、屋上に配置するなら多分高速に一人欲しい。屋上に配置するぐらいならそうだね、うん、高速配置が一人いた方がいいかもしれない。問題は、はい、それの問題は屋上配置。あ、まあでも屋上配置でいいか。まあ、屋上配置があるんやったら高速見られるから、高速配置結構必要になるのかなと。それはさ、まあじゃあ中に屋上に高速1の形にするか。まあ、高速はほぼ100で死ぬけど、この場合。うん、高速はほぼ100で死ぬ、確かに。まあ、配置した場合、来た場合ね、来なかった場合はもう全然大丈夫やねんけど、まあ、来なかった場合に関して言えばどんな配置しても同じだから、それは考えなくていい。まあ屋上2の配置だったら、中が取ったところで屋上からカバー通せばいいから、うんうんうん、じゃあその配置でいいか。了解で、そうだな、屋上なれ、あ、じゃねえや、工作慣れてる人。やったことない。じゃあ屋上が慣れてるって人、中が慣れてる人。僕どこでもいいっすよ。大丈夫か俺。まあ、僕はどこでもいいっす、マジで。死んだな、うちら。まともにやったことない。いや、ぶっちゃけだから我々のポジションはステイシです。てか、客船とかが良かったっすよ。いや、知らん、それは。ナオフィに言ってくれ。まあまあまあ、いいよ。まあ、じゃあ俺が屋上じゃねえや、これが高速側行って、臨機応変になんか考えながらやるさ。うんうん。助かる。まあ、多分っていうか、十中八九、ヘリを運用しての戦いになるから、相手がね。相手側は、陸上でこう、何台もパトカー突っ込んでくるっていうよりは、まず屋上じゃね、まずヘリを使って、強行を取ってからっていう動きになると思うの。どう考えても、その、アーティファクトに人来るって言っても全員投入するとは思えないから。そうね。せいぜいパトカー2、3台、ヘリ1台ぐらいの感じじゃねえか。じゃあ、今の温度感聞いてる限り、58で回収じゃないですか。うん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 。058ね。で、ここで心なきを、2人でやって、で、1人がその後46か59の屋上に行く。で、高速はずっと1の状態で情報を取り取って、そしたら人数が割り振れると思うんですよ。高速に1で小峰さん行ってくれるなら、なるか、ドラゴンがどっちか一緒に
むしろ中さ先に優先的に殲滅でもいいぐらい、心なきで。で、それが終わった後に、59と46のそれぞれの屋上に配置したら、一応大丈夫やと思うんですけど。それで行くのが丸いかね。私とは。もうなんか、ガって殲滅して、ガって取って、ガって行ああ、それでもいいて、と思あとう。小スピ峰ード処さ理でもいいん、と思うよ。そっち屋上行ってもらって、屋上じゃない、高速行ってもらってでいいんじゃないですか。残りはなんかもうどこ配置とかじゃなくて、もう全員で中行っちゃっていいんじゃないですか。もう来たら来たで、どっから屋上乗ればいいから。そうだアーね。ティファクトの個人の立ち位置どこっすか。海だね。了解です、了解です。ヘリ海いらない？にシースパかなんか止めとくか、まあ、ジェットかなんか止めじゃあともうくかで、最終アーティファクト回収できたやつだけでも逃げればいいから。そう。回収できたやつ逃がす仕事じゃねえかな。こんな感じじゃないですかね。でなんて言えばね、いい？F？ もし、どっか止めるんなら、この61のライン、この辺のラインを、もう、トラックとかで埋めちゃう感じになるね。61のラインを。まあそうっすね。うん、求そめれしか多て、分方法がない。多分パトカー46まで突っ切った後、詰めてくると思うんで、ヘリと。61のラインを止めてもこれね、裏入ってきちゃうんだよな、56とかから。56の裏、1万56の裏とか、1万55方面とかから回って、1万57の建物付近をうまく使って、遮蔽にしながら撃ってきちゃうから、あんま変わそうそう、んねえよ。最悪海になるんで。で、おい、イブさん？イブさんは、これで2やから、言うなればカバーの高速2か、情報取りとして、さっきコミニさんが言ってくれた60で封鎖してるならば、そこにどれだけ来てるかっていうのと、60で封鎖してるっていう圧で時間稼ぎをする役のどっちかかな。わかりました。なんか俺、アそイんリなスなん感じかか。あるんかと思った、アーティファクトの。全くないね。アイリス式あるんかと思いや、ないなんよ、か全アーティくファなさすクト。ぎて、どうしようって感じなんだけまずすぎでしど。私ょ、アーもティファ一ク回トもやっは。たことないんですこよ。の間、そうでしょ。でもこの間、なんかユニオンとパシフィックにかぶせたら誰も来ないで行けたから、なあ、俺来ないんじゃないかなと思うけどね。あ、だから屋上1、俺が、まあ、封鎖するかどうかは正味どうでもよくほんまにて。確かにどうでもいい。どうせ海に行けやし。どうせね、俺ら以外のところの準備時間がかかるから、その間に想定を増やすだけなんだけど、高速に俺が1いる以上、まあ、ヘリ等で来るものに関してはすぐわかるし、はい、もしもし。はいよー、55分にこっちがスタート？そっちは、車とか時間ねえんじゃねえ、これ。ああ、なるほどね。正直言うとオッケー。ね、アーティファクトは実は車は大したことなくて。はーい。基本海逃げ。じで、ゃあ、大丈じ夫ゃあなら55こん分なスター感じ。トです。55分おスい。タート、了解っ了解す。です。おーい。じゃあ、とりあえず受注して、一旦現地集合。これ誰が受注？俺受注しますか？64番かな？1万64に一旦そし集たら、合。受受注注減者らんくは、にも任せる？でもいいよ。中の回収どうしたい？誰がしたい？回収は受注者しかできないじゃないですか。だから受注者、回収したいやつに受注させるけどうしようかな。まあ、アイリス主体だから、ドラゴンやっとく？ど。じゃあ僕が受注していきます。OK。ほい。で、小沢さん大丈夫？いや、シンプルになんか、押し付け合ってるみたいになってたから、どっちにしても、ああ、いやい俺や、そんはなことない上よ。1なんだよ。で、中2の配置、中2、2の配置に関して、話し合ってほしいんだけど、小沢さんが回収になるんだったら、近い位置にイブさんを配置した方が絶対よくて、そうなると必然的に場所が決まるわけよ。あ、もしもまあ、言うし。なれば58で回収するじゃないですか。で、そうしたらイブさんが58に行くか、その58これのが隣今の59の屋上1.7345。で見るかっていうのになってきてて、はい。で、この59の海側の時とところとか、60からちょっとずつ近づいてくるのが警察のやり口なんですわよ、かっ最近の。た。なるほどね。だここら辺を見る係になります。で、まあ俺が受注したら2人が見てくれはーい、る了解のでで、す。俺が受注はーい。で回収も可能です。どっちの方が動きやすいですか？僕、受けてきますよ、じゃあ。了解です、了解です。じゃあ僕が仲間ってね。58から5960に行く時のカバーで、安城に46の屋上のカバー生かします。で、ここら辺の警戒の、一番やばいのが、高速から撃ってくることなんで、その高速を、小峰さんにカバーしてもらうっていう形で。オッケー。大丈夫ですか？46行くわ。わかりました。了解です。46行く。
ただいかんせん初めてだから行った時に改めて場所を見せてもらえると。了解了解。じゃあ現地にできるだけ早く行こう。もう従事者以外は。そうだね。シースパでいいの？シースパだね。開始時間なんだけど、開始時間なんだけど、はい、俺が向こうの開始時刻を聞くから無線で。はい。でそこから点火10分後。そこから10分後。了解。了解。何回ぐらいやったことあるアーティファクト？何回だろうな。2回ぐらいかな。俺も3回ぐらい。実は、うん、経験がね、なかなか積めないアーティファクト。ね。まずすぎる。しかも俺、一旦アジトに戻って。OK。もう準備できてる？全部。武器と、スーパースターだけでいいよね。武器とスーパースターだけでいい、今回は。オッケー、あれの持ってこうかな、ボンベ。あ、そうそうそう、ボンベ持ってこよう。うん、買おうか、ちょっと。ボンベないの？あのアジトとか。中、ちょっと待ってな、それピン消していい？いいよ。で、ここのコンビニたちがね、売ってる、買いに行こう。俺持ってるから。あ、持ってる？うん。あ、じゃあさ、ここで下ろして、で、俺買ってくるわ。オッケー。ボンベとチューブ買ってきます。おはよう。おはよう。パパッと準備して。全然わかんないからさ。これがあれか。名前つけとこう。よし、完璧。あれ、俺チューブなかったっけな。完璧？うん。オレンチューブだ。のりこ。あ、どうしたの？潜るやつのチューブ持ってないよね。これってさ、他のとこには参戦しないって言ってたじゃん。多分ね、これに入ってた気がすんな。マジ？そうですね。個人ってどうなるんだろう。それ一回あの会った方がいいかもしれない。あ、マジ？情報。うん。ちょっとそっかに電話してみます。売ってくんない？いいよ、売ってって、はい。いくらだっけこれ？ごめん、忘れちゃった。梅ちゃんおはよう。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 梅ちゃん結婚すんの？え？あれ？どっから聞いたそれ？え？そうなの？聞いたよ。ちょっと、今日の1時半から2時ぐらいまで。あ、1時半から2時なんだ。ちょっとその間に、で、ありがとう。まあそうだね。まだ決まったわけじゃないんだけどね。そうなの？どう誰と？それはノリノリ、ここではちょっと、結婚式でわかるってこと？ここではちょっとジャックバウアーさんっていう人なんですけど。そうなの？うん、なんでどうしたの？なんでどうしたの？ちょっとコンパでありまいまして。そうだったんだ。ここね。そうなの、そうなの。おめでとう。ちょっと今日水辺でキャッキャウフフしてこようかなって思うんだ。あ、いいじゃん、めでたいね。ねえ、おめでとう。のりこ何番だっけ？ ID 何番？私？うん、328。3万ぐらいかな。うん、まあ覚えてないから適当でいいよ。ありがとう。ありがとう。めでたいね、結婚式。結婚するっていうあれではまだわかんないんだけど。あ、とりあえずデートってこと？ちょっととりあえずデートみたいな。いいじゃん。いいね。また話聞かせてよ。もちろんだよ。ね、写真とか楽しみにしてるわ。あ、いいね、素敵だね。ね、撮ってきてよ。海辺でしょ？めっちゃ映えるじゃん。映えなんだよ。あら、ね、おはよう。おはよう。おはようちゃん。めっちゃ髪変えた？髪も全部変えた。服も変わったじゃん。どうしたの？大人になった。ねえ、大人になっちゃって。大人になった。いないうちに。おい、やば。おい。あいつ持ってていいや。どういうこと？おーい、何回やんねん。お前なんでこれ乗っちゃったよ。違う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 。乗んねえよこんなとこ。ほなまたな。シル？久しぶり。起きてきてんの？あ、全然聞こえねえや。ヘルは今どこいる？明日もいる。この車いる？
アジト前？アジト前のさ、車あんねんけど、これいる？あ、オッケー、行くわ。あれどこ？曲取れた取れた。シーシャークさ、でもそっか、盗難車じゃないとダメだもんな。ちょ、待って待って待って、このゴミ車、入れよ。あ、そっか、飛行機、そうだよね、船。あ、ていうか、シーシャークで行くいいのか。あ、うん、好きなのを選ぶのじゃ。赤で。赤な。やった、いいの？うん、もちろんもちろん。ありがとう。さあ、一応鍵開けるわ。サンキュー。これさ、シーシャークで俺ら行けんだよね。シーシャークって何だっけ、あのヘリ？うん、あの船。あー、そうそうそう、あれね、個人だよね、個人にお願いしようかなと思ってたけど、それでも別にいいよ。車どっちがいいんだろうな。まあ、でもありがとう、どっちでもいいのか。一応まあ、うん、どっちでもいけるかな。回収が今回個人で、うんうんうん、で海待機、うん、で逃がしてくれる可能性と、それが無理やった場合はもう潜って逃げるから、磁石でいいかじゃ。うん、でそれが大事か言ったら、車でも逃げれるから、そっち C シャークでこっち車っていうパターンでもいいよ。俺じゃあ C シャークで行くわ。オッケー、ありがてえ。これありがてえ。アイダートカレッジ、さっき現地行っときます。はい、了解。了解。だって行きまひょうか。ほなショータイムだ。よし、全部成功するといいな。C シャーク、 C シャークはここだ。ほな行こうか。まあ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 成功するでしょ。まず来る、まず賭けだよね。おまわりが来るか来ないか問題。まずそれ。これさ、車のガレージあんのかな。あ、でもなんか止めてる人いた気すんな。ねえと不便すぎるか、ここボート。かわいいこれ。これここやね。でわっ、すごい遠回りだ。これさ、こっちから行った方がいいな。離れるね、俺。了解。不思議な動きをしてますが、あれは何ですか？警察視点やばいんじゃない？通知。ベレ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 。楽しみ。こちらを見張ってるかのような動きでしたが。そうなのか。ベルカイ、どこら辺にいました？戻ってってるね、今。どこ方向に戻ってます？中方向。中？中のね、方角に戻ってってるよ。ベルカイ、了解。今、電話を聞くに、どこも警察に見張られてるらしいんです。お？なんで？警戒してんじゃない、こんだけずっと勝たなかったから。なるほど。もしくはどこかから情報が漏れたかしら。漏れたってことはないよな。あれ、警察？まあ、警戒にも人員は必要なんで、まあ、一旦警戒しつつもこっちも物も進めていきましょう。ういけ。10046付近に待機してます。了解。58の中入っていってもらっていい？案上58の中、OK、了解。アンジョには言っとくと、うん、警察はあの港の奥からこっちに向かってくる。うんうん、ここら辺から攻めてくるから、言えるとしたらこっちやね。オッケー。うん、こっち方向やね。換気もこっちの方向やと思うから。了解。乗せても可能で、敵の心なきの出てくるとこわかる？心なきは、いや、あんまり全部わかってない。俺もね、全部は把握してないんだけど、うんうん、ここにコンテナが一気にドンって出てきて、はいはいはい、心なきも一気に出てくる、うん、たまに心なきは移動してこっちにこうそれてくることがあんねんけど、うん、基本的にはこの中って考えた方がいいかな。 OK。 でなんかあっちが始まったら10分後ぐらいだから、今小峰さん無線あっち入ってるからちょっと待機です。了解。了解。おい、イブさんはどこにいても大丈夫？こっちにね、待機しとけない？あ、イブさんそっち連れて行く？俺連れて行ったら始まっちゃうから一人で来てほしい。結構ね、離れてても始まっちゃう可能性ある。何番に向かえばいいですか？58ね。で、作戦的には、うん、こっちでもいいのよね。ここに来た時に多分ここにおるから、ここすぐ撃って、あー、いやー、中を2人で殲滅、またはイブさんも加えて殲滅してって、イブさんが来てくれんなら、正直ね、中は1人か2人でいいんよ。でも3人いてくれるなら話は結構、てか受注者もんなら結構話別で。ちょっとヘリ警戒離れていたから急いで向かいます。ここに心なき打って、うんうん、で俺と安城は先に心なきの殲滅、うんうんうん、それはコンテナの中の合間とかにもおるから、そこを見つけて打っていく、うん、こっちにも打つ、はいはいはい。でここはね、確かいなかった気すんだけどな、ちょっと記憶があやふやな。前は俺上でスタートしたよけどね。46の屋上でスタート。もともと屋上でスタート？うん、もうあった。どこの屋上やった？46のとこで。ああ、なるほどね。で、
今回のやつは、うん、回収は一人でやんねんけど、うんうん、心なきを殲滅し終わった。そしたら、安城が46の屋上に行って、見ててほしいんよね。はいはいはい。で、でイーブさんが、こっちかな、59の方向の上、うんうんうん、で、で俺はどっちでもいいねんけど、俺もこっち行ってもいいし、多分慣れてないなら俺多分こっち行った方がいいな、うん、カバーとして。でカバーで行って、警察がどれだけ来るかの情報報告と、高速に位置いてくれてるからそこらのヘリでの報告、うんうん、でヘリがどっか行ったタイミングで、回収は、個人と人に C スパで逃げてもらう。 C スパシャワー C シャーク、うんうん、ね、説明するね。まず誰かジェット置いてる、心泣きが出んのよ。 C シャーク置いてるよ俺。そうで、コンテナも出んのよ。はーい、ピンクのやつね。に行くまでに、だから要するに警察が来るまでに心なきを先に殲滅して、で、ドラゴンが、荷物を取る。でその間に俺たちは屋上の配置にそれぞれついて警察が来るのを待つ。なるほど。で警察が来なかった場合は、海に逃がして回収。で本当に来なかった場合は別に車でもいいんだけど、監禁が海だから別に海のままでいいよね。そう。で一番怖いのがまだユニオンが始まってないみたいなんで、チルタイムです。了解、説明しときますね。お願いしまーす。で警察が来るのはここの裏からとか下から遠い位置にパトカーを止めて、徒歩で来るのが警察の最近のやってくる感じなので、ここで待ってくる。でここで待って撃ち合う。要するにもう警察的には回収する人一人だけを、殺しまたは捕まえたらこのミッションは完了してしまうので、時間稼ぎね、屋上とかに行って。ええ、わかりました。うん、オッケーオッケー。屋上ってどうやって行きます？こっからはね、よし、やったるか。号泣の屋上って登れたっけなと思ったけど、コミニさんいないんですよね、今。あー、オッケー。もしかしたらさっきのヘリで人数配置とか見ら、配置ってか人数どんぐらいかなみたいな感じで見られた可能性あるから、いい感じに警察割れてくる可能性もあるかもしれない、かもしれない、運転ね。しかもかもしれない。でも古代かもしれないしね。古代かもしれないし、来るかもしれないよね。超かもしれないね。でも来ないかもしんない。かもしんないんだよね。どうするかわかりません。常に俺たちはかもしれないで行動しよう。オッケー。でも今ここにもう警察が来るかもしれないから俺逃げるわ一旦。もう来ないかもしれないからそこいていいよまだ。あ、確かに、わかった。来たかもしれないときは教えて。あ、来たかもしれない。本当に来たかもしれない。あ、でもどうだろう。あ、でも来てないかもしれない。ヘリの音しないだって。6分後。あ、ヘリ来てるよ、それマウで。10分後だから1時6分スタート。了解。完全に警戒されてますね。これ普通にヘリいるよ。マジか、これサーマルで見られてるな。盗撮で警察来るやん。人数と配置見ただけだよ今のは。一応ヘリは帰った、ユニオンの方行ったね。こういう時警察がどう対応してくるか気になりますね。ユニオン捨てて他全部で来るのか。まあどちらにせよどっかは勝つし、ね、どっかは負ける。そうね。まあでもそこら辺で俺ここどこも全部勝つようにしようぜ。全部勝とう。現状、じゃあ初期配置言うか。まずじゃあ倉庫こっちの横、うん、この58という数字を見て左上の門から多分ドラゴンが入ると思うんだけども、それを通過した時点で心なきは出るから、うんうん、あと入りのドラゴンとで先入りの、安城で、走行の付近の、心なきを撃ってほしい、うんうん、逆にエルワンとイブさんはこっちの号泣側の方から心なきを撃つ、うんうん、なんでね、うん、どっちかっていうともうドラゴンが撃たなくてもいいように俺たち先に心なきを殲滅させておく。すぐに最速で回収できるように。 OK、 了解。さあどうなるかな。次空港見に行ってるか。あれ違うか。いや空港も見に行ってたよさっき。だからもう完全に人数割れてる時点であれやるのはバレてるから。16人、ね、あとはどのタイミングかっていうだけで。小峰さん号泣だけでしたっけ、心なき出んの。号泣あたりも出ましたっけ。号泣の、間あたり手前側はいるよ。手前側はいる。あの手前側ってそのみんなが見てる側ね。海ではない方向、道路近くのとこでしたっけ。付近には湧く1人か2人普通に。ああ了解。じゃあちょっと離れてやります。ここさ湧きが分かんないんだよね。あれだよ先置きはしないってね。そうです。これね今どこを追っといたらいいですかね。
あ、いや普通にあの号泣の、そこどこだっけ。あ、了解了解了解、号泣のちょっと離れたあたりから行きますわ。うん、号泣の裏あたりからスタートすればいいんじゃない。了解了解、安城は46のちょっと離れ、あの付近の裏手あたりから来てほしい。おい、そう、先怖いんだよね、場所わかんねえから。一回先に置いて壊滅してんの見てっかな、間近で。よし、やるか。6分からでしたっけ。はや、了解。あ、やろうか。誰かこの中で恋してる人とかいます？いないんすか。え、いや多分無線歪ってて、今6分間恋バラしたいの。いや、まあ暇だから恋バラでもするかと思って。恋バラですか。恋してる人いないんすか。してんの、これ。まあ、私はまあ皆さんの承知の上だと思うので。え、まあそうですね、イブさんは秘密になりますもんね。え、名前ドラゴン、誰なの好きな人。え、パチパチ。え、そうなの。え、そうだよ、めちゃくちゃ可愛いでしょ。なんで。え、もうすべてがいい。無理だろ。誰誰って。パチパチだよ、葉山パティさんだね。葉山パティさんね。ああ、ペティじゃないんだ。確かに、だってタクシー音がパティ様の声だったかしら。ペティじゃなくてパティの理由を教えて。この間パチパチにさ、プライベート番号で電話したらさ、あ、なるなるって言ってたよ。おっと、え、おっと、え、流れ玉には気をつけてね。あ、え、あ、あの、なんでもないよ。一応ね、流れ玉には気をつけていて。一応今俺の横にはいる。おい、まさかよ。アーティファクト連れてくんだよ、そしたら。え、ヘルワンは、ヘルワンは彼女できた。切るわけがないでしょ。うわ、言いてえ、あの話。好きな子いないの、好きな子。言うて悪い女の子多いよな。ツッキーはツッキー。その質問はちょっと気まずいかも。同僚だ、同僚気まずいかも。え、職場恋愛は良くないらしいですよ。イブさんが言えることじゃないですね、それ。いや、恋愛した状態で来てるから、イブさんは。なるほどね、最初から。恋愛ごとドンって言ってるから。あ、じゃあ、後からはダメなんだ、後からは。姫市か。姫市。ダメなんだって何、やろうとしてる。誰か倒れたね。こう、ユニオン。ユニオン。あ、じゃあ、始める。いや、どうせならもう、ちゃんと10分で合わせた方がいい。了解。ていうか他のところも同時に10分でやってるから、ここだけ先発すると全部来るぞ。ああ、そっかそっかそっか、了解了解。そうね、やろうか、任せてもらおうか。え、でもヘルアンさんもなんか色恋沙汰があるって噂聞いたよ。おい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 、ちょい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 、ない言いて。誰誰誰誰、言うなればさ、特別市民の人おりやん、ロギアさん、あの犬カフェの。あ、ロギアさん行っちゃってんだ。そう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 、行っちゃってるってやめて、下品だな、品がねえな。行っちゃってんな、アイリスは。ロギアさんめちゃくちゃね、品がねえな、マジで。優しいんだよ、ロギアさん。俺がさ、パチパチがいない時にさ、ロギアさんに声かけたらさ、ちょうど2番目の女してくれんの。言い方マジで、マジでちょうどいいの。いや、本当にロギアさんがわざと2番目の女してくれんの。言い方が。一回ちょっとその、言葉のチョイス、最悪です。いや、おじさんばっかりだからしゃあない。最悪や。で、その待ち案内をする話をして、出られへんから外に、それをしたらもうとんでもなく、もう今ほぼ全員、もう黒白関係なく全員にいじられてるの今。あ、デートしたってこと。聞いたぞ。違う違う、待ち案内、長時間デート聞いたぞ。何時間デートって言った今。何時間スタークやろ。え、何時間って言った。7、7、7、7。はぁ、7時間嘘だろお前。あ、すいません皆さん、あと1分です。はーい、はい。じゃあデートの話は後で聞こうか。え、込みでごめん、ちょっとドラゴン撃っちゃいそう。7時間。あ、大丈夫、ドラゴン、ドラゴン撃っちゃいそう。ちょっと回収して。ドラゴンは、ドラゴンはアーチを撃つから大丈夫。ちょっとノンデリ紫野郎ちょっと撃っちゃうかも。おい、ちょっと7時間、7時間デート野郎はちょっとノンデリとは言えんと思う。ドラゴンの、あと7時間後にスタートだっけ。来た、始まるよ。任せて、よろしく。選ばないするって、俺謝罪の電話来てんから。